皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっほー、村民の用務だよ。いただきます。今日もこの甘さと優しさの違いを見極めていく世界で生き残るために頑張っていこう。さあ、カリナさん、ターンとお上がりくださりませ。はふ、うま。ふふん、そうでしょうそうでしょうそうでしょうとも。ふ、ごちそうさまでした。カリナさんはちゃんといただきますとごちそうさまが言えて偉いですな。お母さんに教わったの、すべての食材に感謝を込めて、いただきますとごちそうさまを言わなきゃダメだって。うんうん、その通りでござりますな。お食事というのは驚くほどその人の人となりが出てしまいます。その点、カリナさんは満点。きっとお母様の教育が行き届いていたのでしょうな。どけ霊夢、早く飯食わせろ。村長、ずっこいでー。ゲップ。ふー、生き返る。さすがに4日も飯を抜いた経験はなかったぜ。もう我慢できないよ。このまま鍋ごと吸収してやるぜ。あ、霊夢、爪楊枝ある？シーハーしたい。食い足りない。私を満足させたいのなら、この3倍は持ってきてちょうだい。はぁ、村長、用務村民。わしは恥ずかしい。仕方ねえだろ。ちょこちょこ作業してたら、もう夜8時ギリギリだったんだからよ。私だけ食べそびれるとか完全だぜ。そろそろ本当に霊夢の顔が肉まんに見えてたからね。は、はぁ、それで村長、本日のスカベンジはいかがします？やはり、そろそろこの類まれなる直感を隠し持つわしが出ましょうか。いや、基本的に霊夢はこれから先、夜パートはカリナと一緒に就寝だ。探索とシェルターの警戒は私と用務でもって、適宜交代しつつ進めていくんで、今日のスカベンジは用務、お前が行ってくれ。いや、控訴するぜ。却下。じゃあ上告するぜ。再び却下。これは確定判決である。すいませんな、用務村民。わしがあまりにも子供受けが良くって。しゃあない。でも、それならこれからは昼間、ゆっくりぐうたらさせてもらうからね。おう、もちもちろんろん。これからは昼パートで働くのは基本霊夢オンリーになるからな。は？じゃあ、サクサクっと行ってくるよ。し、今日はそうだな。スーパーにでも行ってみようかね。ちょい待てよ、うむ、すまんがな。今日はお使いを頼まれてくれ。お使い？うむ。昨日私が足を運んだ薬局、あそこにユエレナって女に、これを届けてやってほしい。これって、包帯？あ、なんでまた。包帯はなかなか貴重なものですぞ。まあ、その、なんだ。拳銃を譲ってもらった礼ってところだ。ふん、不死、了解了解。そんじゃ、腹も人をこきついたし、ちょっくら夜の街に繰り出してくるぜ。気をつけてね。心配しないでカリナちゃん、今日は慎重さ重視で行くからね。おらおらおら。すべてのバリケードを過去のものにする。ヨウムちゃん、いやヨウム機関車のお通りだぜ。なんですか、あなたは。久しぶりにまともなご飯。ガソリン入れたおかげで、ちょっちはいなんだよね。もしかして、君が村長が言ってたエレナって人かな？え、確かに、私の名前はエレナですが、うちでヘッドやってるパツキンから、君にこれを届けるようにってさ。ほい、新鮮な包帯だぜ。包帯、やった？これでパトリックを治療できます。パトリック？あ、ありがとうございます。あなたは、私の名前はヨウム。切ってよし打ってよしのスイッチヒッターだよ。ゆうべにいらした外国の方、あの方のお友達ですか？はは、ただの腐れ縁だぜ。は、とにかく、本当にありがとうございます。あなたたちは、私の恩人です。どうぞ、お薬を代わりに。拳銃のお礼って話だったけど、拳銃？まあ、くれるのならもらっておくね。とにかく、どうもありがとう。やった？よかった。正直、もう心の底では諦めていたんです。見ず知らずの私たちのために、危険な夜の街を、わざわざ渡ってきて、しかも貴重な包帯まで。この程度、私たちにかかれば朝飯前の夕飯跡だぜ。さあ、パトリック、新しい包帯よ。これで助かるわ。ん？ほら、これで気分も良くなるはずよ。改めて旗から見てると、包帯巻いただけで傷が塞がっていく光景は割とホラーだね。ありがとう。本当に、お礼を言います。ヨウムさん。あなたともう一人の、太陽のような髪をした方に、寄せ合い、言葉流で、できれば、昨夜にいらしたあの方の名前をお聞きしたいのですが、村長のことかな？村長？あれが名乗らなかったってことは、きっと、名乗るほどのことじゃなかったってことだぜ。私らのことは気にしなくても大丈夫だから、彼と一緒に終戦まで頑張ってちょうだいよ。村長。なるほど、中国の方だったんですね。あれ？伝わってる？ありがとうございます、ヨウムさん。もしも私たち夫婦に、これから先、新しい家族ができたら、男の子なら村長、女の子ならヨウムと、名付けようと思います。ま、いっか、ここにはお使いを頼まれてきただけだったけど、だからって薬だけ持って帰るってのもなんだか寂しいぜ。この薬局にはまだたくさん物資が残っているみたいだし、残った時間で念入りに物色させてもらおうかね。ん？これって、壊れたギター？す？
と、思いっきり肺に空気を入れてぃの。ねえねえ、エレナちゃん。ヨウムさん、あまり大きな声を出されると、砲撃の的に。この壊れたギター、もらっちゃっても大丈夫かな？はい。どうせ私もパトリックも、ギターは弾けませんので、薬局内に落ちているものは、どうぞご自由にお持ちになってください。おげ、ありがとうねー。ご飯を食べたおかげで、体も軽いぜー。噂だと、村長が持ってきたハンドガン、あんまり強い武器ってわけでもないみたいだし、この傷んだヘルメットとかもどんどん修理していって、少しずつでも戦う準備を進めていきたいところだねー。それじゃあエレナちゃん。それに、パトリックくん、そろそろ私は行くぜー。はい、どうぞ、お元気で。ありがとう。忘れないよ、地獄のような世界で出会った数少ない隣人たち。なんだか少し風が出てきたね。まだ暖房がなくても快適に過ごせる気温ではあるけど、それもあといつまで続くかわからないぜー。ヨウム村民、お帰りなさいませ。お帰り、フッシ、ただいまだぜー。おう、ご苦労さん。村長、ちゃんと包帯渡しておいたよ。ありがとうだってさ。そうか、まあ、どうでもいいことだぜ。ほへ、霊夢には後で教えてあげるよ。見ての通り、我らのシェルターにも昨夜、こそったれ襲撃者どもの書き込みがあったが、はいはい、村長がゲットされてきた拳銃のおかげで、無事帰り討ちに出来申した。ふん、やっぱ拳銃があると違うみたいだね。私もマリサの隣でずっと見てた。マリサがパンパンって、2回ピストルを撃ったの。そしたら悪い人たちが逃げていったの。逃げていった？ふっふー。やれやれですぞ、村長、盛大に狙いを外されましたな。拳銃を握っていたのがわしだったなら、族さんは今頃昇天されていたに違いありませぬ。ま、暗かったからな。ほれ、カリナ。暇ならこの私と、じゃんけんにでも興じよう。いいよ。ふん。まあ、とにかく私は疲れたぜ。先にベッドで休ませてもらうよ。勝ったよマリサ、私の勝ち。待てカリナ、今のは後出しだろ。大人げないです、村長。やれやれだぜ。いや、後出しは後出しだろ。なあみんな。だそうです。もういい、私はふて寝するからよ。あ、ずっこい、先にベッド使うのは私だぜ。霊夢は昨日私がこしらえておいた斧でもって、このシェルター内にある不要な家具を解体し、木材と薪に変えておいてくれ。あいあい。斧、いつの間にそんなものを。家具や人を割ることができるって歌い文句に釣られてな。昨日の飯前に作ってみたんだが、噂だとこの斧があれば、不足しがちだった木材を一度に大量にゲットできるらしい。おの、え、なんだって？見てください、タンスを一つ解体しただけで、木材15個に巻き、すなわち燃料を9個も手に入れられましたぞ。うむ、こりゃ想像以上だな。木材もそうだが、燃料をまとまった数ゲットできるのも嬉しいところだ。なんだかストレス解消にもなりそうだねー。霊夢、ちょっとその斧貸してみ。私がもっとエレガントに、家具と霊夢を叩き割ってやるぜー。これはわしの役目。ヨウム村民はショベルでも握りつつ、このわしが奏でる小気味のいい破壊音、そのセレナーデを子守歌にでもしててくださりませ。まあ、実際のところ今回斧を扱うのは霊夢オンリーになるな。なんで、カリナちゃんはともかく、私や村長なら斧くらい、普通に扱えるでしょ。ふふん、何を隠そう、わしはここポゴレンでは熟練の木こり、斧を扱わせたらこのわしの右に出る者はいないんですよな。実は我らがここに降り立った時に、それぞれ仮の経歴とジョブ、いわゆるスキル的なあれが付与されていてな。霊夢の場合はそれが熟練の木こりってこと？うむ、その通り、熟練の木こりスキルを持つ霊夢は、普通の人間よりも斧の扱い方に慣れている。わしはヨウム村民が行うよりも早く家具を解体でき、もちろんそれだけではなく、解体でもってより多くの木材と燃料を得ることができます。霊夢、私も斧を使ってみたい。お、やりますか、カリナさん。ダメよダメダメ。まだカリナには早い。だそうです。もう少しカリナさんが大きくなられたら、このわしが料理や薪割りをお教えしますね。うん。霊夢、約束だよ。約束です。わしは約束を疑えないおまんじゅうですからな。これは言うべきではありませんが、村長やヨウム村民、それに、モニター画面の前でホットミルクティーなどたしなんでいる方たちとは、控えめに言っても出来が違いすぎる。深さが違うんですな、情愛の。ちなみにそんな約束を疑えない情の深いおまんじゅうである霊夢は、ヨウムが薬局にいたエレナとパトリックに包帯を渡したことについて、大層不満を抱いているようである。え、あ、いや、あれ、わし、こんなこと考えてたんです。見て見てカリナちゃん、悪そうな顔してるぜ。やっぱ本性は民相に現れるんだね。霊夢、いやいや、いや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 、やめてくださいよ。わしの内心をシステム的に暴くのは、この BIO、すなわちプロフィール欄には、それぞれその時、出来事、状態に応じた当人の素直な心境、隠しきれない真実の声が書き加えられることがある。ふっし、ある意味他人の検索履歴や HDD 内の情報を覗けるみたいなもんだね。あ、よっこいしょっと。あ、悪魔の機能じゃないですか。
わ、わしのリアリスト的な側面がこんな形で暴かれることになるなんて、これでは、皆さんがわしに抱いている甘いファンタズムが砕けてしまう。ちなみにカリナちゃんは？ヨウムは優しいから、あの人たちを助けてあげたんだ。あとハンバーガー食べたい。私はチーズバーガーな。私は月見家具ラコロで。終戦したら、わしがこしらえましょうかねー。それでは、シェルター内にあった家具。それを解体したことで得た資材でもって、新たに設置した快適な肘掛ケースに、我が身を預ける私の様子を映しつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またねー。